こんにちは、M2 あそいです。今日もご視聴いただきありがとうございます。今日は福岡県福岡市博多区にある文章堂ホテルさんに宿泊します。かつて存在した博多の書店文章堂、その跡地に作られたのがこのホテルです。書店としての歴史と思いの貯蓄に魅力を感じ、アーカイブホテル&カフェ文章堂ホテルを開業しました。ここは自分の特別な一冊をホテルに寄贈することができます。寄贈書籍は客室やラウンジに置かれます。宿泊するだけでなく、本と人をコンセプトにしたこのホテル、静かな雰囲気の1階のラウンジで本を片手にゆったりと過ごすこともできます。ラウンジの横にはタイムズが併設。こちらはエスプレッソバー。早朝からコーヒー&モーニングが楽しめます。宿泊の方以外も利用できます。こだわり具材の日替わりサンドイッチや、繊細で口どけの滑らかなクリームを優しくサンドした日替わりのサンドクッキーもあります。カクテルをオーダーするようにバリスタがぴったりの一杯を作ってくれます。またこちらの受付では、宿泊者の利便性向上のためにチェックインタブレットが利用できます。 LINE 登録して手続きしました。受付が済んだら横の通路を通って奥へと進みます。ここからは宿泊者専用なので扉が設けられています。さらにこの奥にはシャワールームが完備。それは後ほどご紹介いたしますね。館内は福岡市美術館の美しいコンクリートのビジュアル、廊下の明かりもほの暗く、とても素敵な雰囲気を醸していますよ。至る所に本が配置されているのも特徴的。部屋の鍵はスマートロックとなっています。今日のお部屋はデラックス4ベッドのお部屋です。1泊食事なしで7415円です。今回は県内割引を使ったので2500円引きとなって、実質4915円で宿泊することができました。今日はこの広い4人部屋を独り占めできるのですが、4人で宿泊すると1人1000円程度で宿泊することができます。他のお部屋もコスパがかなり良いです。こちらのお部屋にはシャワーとトイレがついています。トイレは洗浄機付き便座です。室内は本当に綺麗なので快適に過ごすことができました。アメニティも歯ブラシ、カミソリ、クシ、コットンなど必要なものが揃っています。入り口にはハンガーとスリッパも完備されています。冷蔵庫もあります。
アメニティの箱の中にはリモコンや手鏡、ライトなどが入っていました。空気清浄機も完備されています。枕元には読書しやすいように調光ライトが完備されています。2段ベッドも思ったよりは広く圧迫感がありませんでした。パジャマはレンタルすることもできます。ベッドの横にはちょっとしたフックもあり便利。お部屋にもいろいろセレクトされた書籍が置いてあり、とても面白かったです。ここは博多区役所がすぐ目の前で、博多駅から徒歩5分の立地の良さです。福岡旅行や博多探索にはもってこいの条件とコスパの良さで、ぜひおすすめのホテルです。ちょうどこの日は山笠の期間中だったみたいで、外はとてもにぎわっていました。次はシェアシャワーブースを見てみましょう。先ほどご紹介した1階の奥にあります。こちらもスマートロックとなっています。中にはコインランドリーも完備されています。洗面台もとても広々です。シャワールームは全部で4部屋あります。こちらは24時間利用できるのでとても助かります。M2 阿蘇井では九州県内の宿を夫婦で巡り、その様子を定期的に配信していますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。次は各お部屋を見てみましょう。読書に特化した全26室で全6つの客室タイプです。ダブルルーム、読書をするのにとても最適な客室です。トイレとシャワーは共用となります。デラックスダブルルーム、バルコニーがセットになったゆとりのある客室、博多の街並みが一望できます。トイレとシャワーは共用になります。ロフトツインルーム、子供の頃憧れた屋根裏の読書、そんな体験ができる客室です。シングルベッドが1台、ダブルベッドが1台、壁には Bluetooth スピーカーが設置されていて、お好きな音楽が楽しめます。フォーベッドルーム、家族や友人同士でプライベートな時間を過ごせる客室です。2段ベッド2台と専用の洗面トイレシャワーがついています。スピーカー4ベッドルーム、 Bluetooth スピーカーが設置されていて、2段ベッド2台と専用の洗面トイレがセットになっています。シャワーは共用となります。今回私が宿泊したデラックス4ベッドルーム、専用のトイレとシャワーがついています。リビングスペースとバルコニーを備えている広めの客室です。朝の目覚めの一杯はリッチアイスコーヒーで、宿泊者には割引がありました。いかがだったでしょうか。皆さんのホテル選びの参考になれば幸いです。次回もまた M2 阿蘇井でお会いしましょう。